東間明夫の100年企業づくりレポート、今日から皆さんの会社を100年企業にする、そのためのエッセンスをお届けさせていただきます。中島みゆきさんの時代の歌詞に涙、コロナ時代に学んで乗り切る考え方ね、中島みゆきさんの時代という歌ご存知ですかね、ちょっと歌っちゃおうかななんて、そんな時代もあったねと、いつか話せる日が来るわ、そんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ、だから今日はくよくよしないで、今日のね風に吹かれましょうね、まああと5年15年するとあんな時代があったねって思うようなことがあるからね、くよくよしないで必ず良くなるから今日の風に吹かれましょうって、そういうことです。中島みゆきさんの時代の歌詞に涙しました。5年後10年後そんな話ができる時代が来る、だから今くじけないで諦めないで、しぶとく存続し、嘘は無限で考えましょう、失敗を恐れずにやれることは全てやってみる、失敗そうだったらすぐ改善する、そんな行動がコロナを乗り切る秘訣だと思います。今飲食関係でもですね、売上がね7割8割でね、落っこってない会社もあるんですね。そういうのはやっぱり日頃美味しさがすごく美味しいんですね。それから夜の仕事がなくなりましたけども、ある意味では通販ね、それからテイクアウト、それからウーバーイーツとかそういうものでどんどんこうね、やっていく、まあ、そういうことをしてですね、売り上げをなんとか維持する、これはですねやっぱりね、すぐにね失敗をせずにすぐにやって、全てやってみて失敗そうだったらすぐ改善する、そんな行動が必要なのかなというふうに思います。孫たちから2020年ってどんな年だったの、おばあちゃん何してたのとね、聞かれた時、胸を張って堂々と過去を語れる自分でいたい、2020年何をしてましたか、コロナで打ちひしがれてたのか、コロナでこれからコロナの後頑張るぞって言ってコロナ後の商品の開発をしてたのか、コロナの最中売り上げ上がらないためにどんな、ね、ことをしてたのか、胸張って入れるようなやっぱり今でないといけないのかなというふうに思います。から新型コロナウイルスは数年後にインフルエンザのような日常的な病気になります。ですからね、コロナウイルスの、ね、予防注射を打つとですね、1年ねかからないで済むとか、そういう時代になるんだろうと思います。インフルエンザだって実際に予防注射してもなかなかね、治らないとかありますけど、まあインフルエンザのような日常的な病気になるんじゃないかなというふうに思います。過去最大の危機があったおかげで今がある、成功者は必ずいます。あの危機があったから今があるんだ。ですからこの、ね、コロナの危機をどうやって乗り切ったかで多分ね、将来が決まるんだろうと思います。このコロナの状況でいろんな商品が出ています。 Zoom、ね、それからテレワークのいろんな仕組み、それからクラウド、いろんなことがですねどん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 こう発展しています。 YouTube なんかもどんどんね、やっぱりね実際になかなかこうアピールできないので YouTube とかね、そういう意味では IT 企業ね、特に GAFA は売り上げが下がってないということをよく言われます。そんなことで、ね、この危機をどうやって乗り切るか、皆さんはそういうことを考えていくということが必要だと思います。はい、どうもありがとう。